いるの？また異物を並べて何をしているんです？今のは？うん、彼らの手入れをしていたんだ。磨きすぎじゃない？自分の世話はしないのに。だがどれだけ尽くしても彼らは答えてくれない。声が聞こえるんじゃなかったの？そうだ。しかしそれだけだ。未だ対話は成し得ていない。彼らはなんて言ってるの？本当にあんなに磨かれたかったの？確かに私はその魅力に取りつかれ一方的にめでるばかりだったやもしれぬ。今一度彼らと真摯に向き合わなくては。よくも飽きないものですね。でもこうやって並べてみるのも面白いね。これとこれは衣装が似てるし同じ年代に作られたのかも。鋭いな。私も彼らは仲睦まじい関係であると踏んでいた。私にはさっぱりだ。これは以前にはなかったシミがついに我が声に応えてくれたのか。うん、粘性がありその方向は独特。フレルダメじゃない。そんなところにうんちしちゃう。フル、もう貴重なものなんだよ。ヒオハルム、手を洗いに行きましょう。不思議な力を感じる。